gun this time, but he slipped and I got my arm free from the other one. また発射した。ガリレーは大忙しだな。プス、俺だよ、こっちだ。ジミー・シスコだ。あ、変装してる。ああ、そうみたいだな。綺麗だろ。あの家は嘘の上に立っている。告白の時だ。開いた傷口3、あれは名作だ。名作だ。すまない、ファンだったとは知らなかった。ねえ、ファンだった。ああ、がっかりさせただろう。よくある話だと思うが、それでもいつでもやり直せるもんだ。今すぐこの場所から。まあ今すぐこの場所からは無理かもしれない。中へ戻れるかもわからない。大丈夫、探すべきものを教えてくれ。そうか、よし、そうか、よし。あそこにはエレベーターがあって、それを使って地下に降りると部屋がある。その部屋の中にはビジター本人が書いたとされている古代シュメールの石板が保管されているんだ。いや、本気で言ってる。彼らはもっと本気だ。わかった、あんたを信じるよ。よし、他に必要なものがあれば言ってくれ。誰かに道を聞けばいいじゃない。ダメだ、邪魔しないで5分くれ。地図はあるんだ。よし、みんなニュードーンの聖堂に忍び込むぞ。ジミーがビデオにスペシャルメッセージを添えてくれるって。宝探しが済んだら準備完了よ。ヘビに注意しろ、必ずヘビがいるもんだ。天地、そういう聖堂じゃない。いないとは限らないだろ。わかったよ。
ジミーのエレベーターだな。秘密のエレベーター解除。お前がそんなセリフを言うなんてね。おい、なんだよ。ニュードーンのレベル5へようこそ。あなたの精神的消化を祝福します。どうも、苦労したよ。我々は今ニュードーンの秘宝を目にしている。その宗教の基盤となるもの、古代シュメールの石板が並んでいる。ここはイカれたことだらけだが、これはそう特別なものだ。なんでここにある？何の権利があって世間から隠している？真相を探ろう。触るなと書いてあるが、ああダメだ、触りたくてたまらない。深い歴史が詰まっている。つまりその一部になれたら嬉しい。ダメだ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 。こんなの偽物だ。全部嘘っぱちだろ。人々は入道に全てを捧げて
何百万ドルも払う。だが偽物だ。教会が約束する全てがそうだ。ふぅ、ざまあ、気が晴れた。帰ろ。みんな、みんな来て。注目、入道よ。レッドセックは入道音教会について調べ、その中心部で犯罪と腐敗を見つけた。彼らはかなり大量の個人データを購入して敵の攻撃に使用する。皆に関するファイルもあるかもしれない。集めた情報は全ていつもの場所にリープしておく。読んで検証せよ。我々と同じ結論にたどり着くはずだ。入道音は会員を脅すことで破滅させ、そして財産を奪い尽くす犯罪組織であるとはっきり分かるはずだ。信じなくてもいい。ゲストを紹介しよう。いやあ、みんな、地味静かだ。入道音に洗脳されて言いなりになる前に出演した両作映画で見覚えがある人もいるだろう。教会について疑問を抱いた友人が行方不明だ。それを怪しむと奴らは俺を連れ去り監禁した。この件はすでに警察が調査している。そもそもこの教会は何なのか。第5の扉の奥はレッドセックの友人に見せてもらおう。レッドセックは真実を言った。今から行動を起こせ。さあさあ、皆さん、吐き溜めようこそ。よーし、ターラ、お前のポスターが気になった。いいぜ、マジでアートみたいだ。失礼でしょ、アートだって。ふん、ストリートアートはやったことないし。私に教わるしかないよね。待ち合わせ場所を送る。やる気になったらそこへ来て。先日起きた機密メールの漏洩が HMP スタジオに思わぬ結果をもたらしています。文書の内容から最新ヒット作サイバードライバーで使われた高価なハイテク車を製造したガリレイと敵対関係が続いていることが明らかになりました。 E メールにはスタジオ幹部が車を役立たずのガラクタと称し、法的措置を取ると脅迫したことも明記されています。しかしスタジオには朗報もあったようです。事件後急速に関心が高まり、結果的にサイバードライバーは大ヒットとなりました。警察によればスタジオはハッカーを起訴していないとのことです。続報が待たれます。